エネルギーナビゲーターを畑晴美がお送りする今週のオラクルカードリーディング。今日は、8月の27日から9月の2日までのジェネラルリーディングで A のカードを引かれた方へのメッセージです。はい、A のカードはですね、ファイヤーですね。この間もなんかファイヤー出てましたよね。で、さっきのオポチュニティのカードの裏、デッキの裏もファイヤーでしたよね。このカード引かれた方、やっぱりものすごい浄化がとても大事ですね。今、火ですからね。で、ずっとファイヤーを引かれている方は、ぜひ、浄化をしましょうね。でもね、ファイヤーにはもう一つの意味がありましてね、しっかり浄化をした後で、不動様のゴマの火ですよね。本当にいろんな因縁とか業をですね、燃やし尽くしてくださるんですね、お不動様の火というのはね。だから本当に私もゴマ法要なんかに参加するとですね、その後すごいすっきりします。で、一回ですね、ロサンゼルスの、私がまだミシガンに行った時だったんですけど、今私が通っているロサンゼルスの商社で、そこはね、斎藤ゴマ団があるんですね。で、外でですね、アメリカで初めてのおゴマをしたんです。で、私もそこに参座させていただいて、本当にノーマクサンマンダーバーサルダーセンダンマーカルシャーダイソバタイウンタラタアカンマンとですね、銃を唱えながらですね、参座させていただいたんですけど、もうその舞い上がる炎の中でもう涙がボロボロ出てくるんですよね。でもね、本当にその後もう本当にこう清められたというかね、本当にお不動様っていうのはすごい怖いお顔をしながらね、泣いて私たちをさあこっちへ来なさいと言ってしっかり見守りながら、私たちがこうそっち行くのをですね、そうやって守ってくださいながら、でも、なんていうんですか、あなたが来るのよと言って、なんていうのかな、無理やり優しくよしよしはしないんですよね。そういうエネルギーですから、行動を起こしていくことがすごく大事なんですよ。だから清めてもらった分軽くなってますから、しっかりね、イーストを見てですね、そして行動を起こしていくことがとても大切な時なんだろうと私は思いますね。ですか。だからこの火が皆さんのこのカードとして来ている時はね、同じようにね、非常にね、そのエネルギーが入ってきてるんですね。例えばね、なんていうのかな、火っていうのはやっぱりそのエネルギーとそれから情熱の象徴でもありますよね。特にギリシャの、哲学なんかは火というと、もう本当にエネルギーとパッションですね。それから施術ですよね、ケルト族っていうのかなのところでは、火というのはですね、非常にこうスピリチュアルなトランスフォーメーションの源として見られています。やはりこういろんな業念を燃やしてですね、そして登っていって宇宙と一緒になるっていうエネルギーですかね。それから中国なんかの陰陽道なんかだと、やっぱり陽のエネルギーですよね。で、アステカってメキシコ の文明ですけども、そのアステカでですね、火というのはですね、やっぱり太陽 の7番目のレイというので太陽 の光線というふうに言われていてですね、やっぱりこれもですね、人間の中の魂がこう本当に大きくこう開発されていくフェーズ、その進化の過程っていうのかな、を象徴しているようなものなんですね。だからやっぱりいろんな意味でこのカード引かれた方は、本当にその浄化とともに、やっぱりその本当に純粋なエネルギーをと情熱を持ってですね、自分の中にある何かを創造していく、作っていく、クリエイティブなパワーですよね。そういうセクレットなクリエイティブなパワーをしっかりと自覚してですね、行動を起こしていく時なんじゃないかなと思いますね。とにかく火で浄化するということはね、ある意味で皆さんが今まで思い込んできた、こういう条件付けてきたものね、コンディショニング、そういうコンディショニングによって、まさしくこれですよね、なんだっけ、その奴隷のように自分をこう縛り付けていた鎖とかですね、そういう限界リミテーションをですね、しっかり燃やしてですね、燃やし尽くしてですね、そしてあなたのもう持ってる創造性、
クリエイティビティの可能な限りのポテンシャルをですね、思いっきり表現していくことを、宇宙はもうあなたはそういう時ですよ、そういうもうさ行動に起こしていく時ですよというメッセージじゃないかなと私は思いますね。で、まあどっちの方向にじゃあ自分は行っていいんだろうとか、あどんな夢とか旅をね始めていったらいいんだろう、どうやって行ったらいいんだろうとわからない時はですね、やっぱりね火を灯しましょう。なんか焚き火を捨てね、周りにこう座って一緒に見るとか、あとは焚き火は大変だったらろうそくを灯してですね、ろうそくとともにですね瞑想してるっていうのは前にもご紹介しましたよね。で、特に手放したいようなものを感情とかをですね、ろうそくに書いてですね、で、そのろうそくが終わるまでしっかりと見ながら瞑想するということも、そのどんどん消えていく中でいろんな自分のその手放したいものが消えていきますから、それ非常にこうビジュアルにも助かりますしね。だからそういった瞑想もできますね。そうですね。そうする中でやっぱりそうしたからってすぐなんか変わるかもしれん、変わるかどうか分かりませんけど、やっぱりそういった日がですね、あなたの方にこう何かいろんなことをこう話してきて、語りかけてきてくれますから、それを受け取ってみましょう。ね、で、それがいつか分かりません。すぐかもしれないし、2、3日経ってからかもしれませんし、特に今回は日食ですから、ね、日食というのはやっぱりもう2週間前から、そして動画でも申し上げたと思いますけど、半年ぐらい、次の日食までの間のに非常に影響が起こってきますから、本当に自分はそういうコミットしてですね、火のエネルギーをうまく使ってですね、覚悟していったときに、なんかいろんな可能性がですね、だん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 見えてくる、そういう、だん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 クリアになってきてくると思います。だからそういう意味で浄化という意味で、やっぱお掃除も大事ですよ。いろんなものをとにかく今週末ですね、ちょっといろいろ片付けてみませんかね。そうする中で、いろんなことがきっとはっきりと見えてきてですね、何か一歩踏み出せるんじゃないかなと思います。はい、それでは素敵な1週間をお過ごしください。ご清聴どうもありがとうございました。